どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで音楽楽しめるよということでレッスン動画もりもり公開しております。今日も早速レッスン始めていこうと思うんですけど、今日の動画ちょっとですね、特別編と言いますか、皆様の弾き語りの演奏にめちゃくちゃ役に立つものすごくいいコンテンツになっております。はい。いつものようにこのね G ラボのウクレレ、これブラックビューティーモデルというモデルですけど、ただいまこの G ラボのウクレレたち大好評で販売と予約を受付している期間でございます。興味ある方、これめちゃくちゃ最強最高のウクレレですからね、概要欄に案内のページ貼っとくんでぜひチェックしてみてください。さあ今日はどんなことをやろうかと言いますとですね、終わり良ければ全て良しという言葉があるようにですね、曲の一番最後のエンディングの時にめちゃくちゃかっこよく輝く、もうほんとね素敵な、終わり方5選お届けしたいと思います。これ終わり方ってやっぱり結構皆さん、油断してはいけませんよ。大体ね、ガズレレだといつも、なんか例えばこういうコード進行で、ね、F から G7、C でテクテクテクテン、ジャカジャン。まあもちろんこれが大定番でございます。これもね、みんなでジャカジャンとか言ってこれ盛り上がれるんですけど、ちなみにこのジャカジャンっていう終わり方も結構難しいでしょう。やってみると。これ16ビットの手首の応用でね。結構奥が深い。今日はまあそれをやるちょっと前にですね、入れるとかっちょいいフレーズがあるよということでございます。まあなんで、今日は超初心者の方はね、まあ一応これを見てもらっていずれできるようになるといいかなと思うんですけど、まあ初めて見る方はですね、まずウクレレ始めてください。概要欄に楽しくウクレレが始められるガズレレならではのね、ロジックの P、URL を貼っとくんで、ウクレレまずそこを見て動画でどんどん始めてみてください。さあまずね、今日5選ということなんで、さっきのね、ジャカジャカジャカジャン、ジャカジャンっていうのはもう全部やる。という前提ですから、説明するときにまず分かりやすいようにこんな感じの終わり方の曲だと仮定してください。 F から G7C じゃなし、まあまあ C で終わるパターンですね。これでちょっと考えてみたいというふうに思います。だから C コードで終わるとき限定ですけどね、まあガズレレではだいたい C コードで終わるんで、まあこれでやってみようと思います。まず1個目です。すごいシンプルですね。いきますよ。せーの、Fg7、 ここでジャカジャカジャカン、ジャカジャン、これです。かっこいいでしょ。これ簡単です。見てください。 F から G7 いったら最後のところで1弦の3バーツが C ですね。3323で止めて5です。1弦だけです。3323 5、見ててくださいね。せーの、最後この5フレットの時に斜めにトロロロロ、これがいい。ジャカジャカジャカジャーンってやるんです。はい、ちょっともう一回じゃあゆっくり練習しましょう。せーの、いやーこれだけで、ね、ジャカジャン、どうですか、めちゃ良くないですか。これがまず第一です。これはですね、結構簡単。8ビートのチャができる人、8ビートができる人だったらこれできるはず。1弦だけでできるフレーズ。まずこれ1個目でございました。はい。今日はね、5個もあるからですね。どんどん参りましょう。次はですね、どんなフレーズかというと、今度は3連のフレーズ。これがまたかっこいい。ちょっとやりますよ。これはですね、もう即座に取り入れてください。じゃあ、このエンディングだ、ですよという、ここに仮定しますよ。せーの。こっから。いかにも終わりっぽい。このジャジーな感じ。これはですね、3連のリズムになってちょっとゆっくりになります。もう一回いきますよ。F から G7 の一番最後のところね、エンディングの。F から G7 で一回ここでリセットします。で、CCCC7、F から Fm、G7 で一回止めて1弦の5フレット。のわー。さっきのこの1弦の5フレットは、ドラー、同じような感じでやるといいと思います。これ3連のリズムですからね。タッ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 、かっこいい。これはね、C7 はいいよね。C7 はコードここですからね。C、C7、F から Fm、
Fm、こうね。こう、あるいはこうですね。Fm。Fm のこうでここ出しておきますけど、ちょっと抑えやすいって方が、抑えづらいっていう方が多いと思いますね。Fm 抑えづらいは難しいという方は、概要欄に Fm のめちゃくちゃわかりやすい解説動画、抑えやすい方法を貼ってますので、ちょっとやってみてください。この弾き方はガズさん結構ね、よくエンディングでは、用います。ちょっともう一回最後にやっておきましょうか。せーの。じゃがじゃが。この、チャっていうのもね、ここ、今、ふと気づいたけど、効果的ですね。C、C7、F、F マイナー、ここ、ダブン。チャ、チャって入れる。もう一回。チャ。じゃがじゃが。渋い。これはものにしてください。これも3連のリズムなんですけど、その前のね、本編の演奏のリズムとはちょっと関係なくするっていうのがポイントで、今も言ったけど、F から、この F から G7 のところとは切り離す。ここから、でん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 、ゆっくり、でん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 。これ、皆さん、今練習中の曲で取り入れたらですね、うわー、かっちょいい。まず自分がテンション上がりますから。はい、やってみてください。次。三つ目ですね。次はですね、ちょっとシンプルなやつなんですけど、これもね、今登場した Fm という、コードが出てきますよと。ちょっとやってみましょうか。F から G7、でんでんで、でんでんで。やばかっこよくないですか？じゃかじゃん。今の見ました？もう一回いきます。でんでけ、でん。これ、ガズさん、よくやります。はい。まず、F から G7 行ったら、次、ちょっとゆっくりめになって、C 行って、Fm 行った後に、1弦の2フレット、つまり C メジャー7ですね。2って適当に、3フレット、5フレット、7フレット、10フレットで右手をガチャガチャしたまま、じゃがじゃん。やばいですよ、これは皆さん。これマスターしたらですね、もう、気持ちがいいよ。じゃあもう一回やってみましょう。本編のリズムはもうちょっと早めにしてから、あえてゆっくり、こんな流れでやってみようと思います。せーの。じゃがじゃが。いや、いいね。この上がってくるときにあんまりガチャガチャ強く弾かないで優しくね。抑揚つけながら。これはかなりおすすめ。ちょっとダメ押しでもう一回いきましょう。せーの。ためてー。この、ここのね、スピードはね、もうお好みです。じゃあ次。これが3つ目の、かっこいいフレーズでございます。じゃあ次、4つ目のフレーズ入っていきましょう。これはですね、ちょっとちょっとね、受け狙いです。いきますよ。じゃあ、いきます。せーの。はい。じゃが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 じゃーん。じゃがじゃが。これ定番のこう昭和のね、なんかドリフっぽい感じですね。しーぺぺぺんぺん、あっ、あん。やりましょう。これ最初は C、全部 C 弾くでもいいし、単音でもいいんですよ。1弦の3フレット、1弦の3、タブ譜を出しましょう。はい。こんな感じ。タブ譜の読み方わかる？これタブ譜って言うんですけど、これ知っとくとすごい便利なんで、読み方わかんないよという方、概要欄にタブ譜の読み方貼っとくんで、ちょっとそこで見てもらって、見ていきましょう。まず1弦の3フレット、あるいは C 全部でいいんです。ダッって止めて、次、2弦の3、3、2弦の4、2弦の3、止まって、G7C です。もう一回。せーの。うん。イェーイって感じで、ジャカジャカ。これがいいですね。これは、なんかちょっとね、なんていうのかな、受けたい時にいけると思います。なんか一曲終わって、熱唱して、受けますから。
こういうのいいですよね、ウクレレ。ちょっとある意味ね、ちょっと可愛らしくてウクレレっぽいっていうのがあります。ただしね、これね、このいきなり単音弾くの、ちょっとコードジャッドドドッド、このね、あの変化するのちょっと難しいかもしれないですよ。まずはゆっくりです。ダンテ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 ン、うん、ダンダン、止めてシーン、楽しくなってきました。演奏が、演奏していてて曲の最後が楽しみになるなんていう経験ありますか？エンディングが輝くとすごくいいですから。さあ、いよいよですね、最後の、フレーズということなんですけど、これはですね、かなりかっこいい、かなりブルージーなやつでございます。まあちょっとやってみるんで見といてます。このね、最後のね、今日一番ね、この渋いであろうこのフレーズはちょっと2パターン、一応パターンがあるんで、まず1個目いきますよ。せーの、めっちゃ渋でしょこれ。すごいブルージーで、もう大人っぽいキャタジャン。はい、これはまたさっきのようにちょっとタブ譜を見ていただきましょう。まず最初一回 C でジョンって止めます。その後に、3弦の7フレット、1弦の7フレット、3弦の7フレット、わかる？とたと、次3弦の6フレットと1弦の6フレット行ったり来たり、次3弦の5フレットと1弦の5フレット行ったり来たり、 C です。はい、もう一回ね、 C、7-7-7-6-6-6-5-5-5-C。 どうですか？かっこいいでしょ。じゃあもう一回ゆっくりね、せーの、止まるよ、 C、 C。 めちゃ激渋。はい、これがまずね、1個目のパターンで、もう1個目のパターンはちょっとレベルアップするんですけど、ちょっとその前に、今、3弦と1弦を行ったり来たりしたでしょ。だから右手が結構難しいかもね、慣れてないと。ちょっとよく見ててください、ガズさんの右手を。こんな風に弾きました、今。親指、人差し指、親指、人差し指、親指、親指、人差し指、C ですね。もう一回。渋っ。はい。じゃあ、次のね、もうちょっとかっこよくてテクニカルなやつ行ってみましょうか。いきますよ。ちょっと微妙な違いがありますからね。聞いてわかるかな？いきます。せーの。わかった？ちゃかちゃん、わかった？この。これ、スライドという技なんです。す、ぐんてけ、ぐんてけ、ぐんてけ、ジョイン、かっちょいい。このスライドっつうのはね、わかる？この辺からもう3弦の音を出すんです。3弦こう。これできる？音をね、結構抑えたまんま、ずらす。結構音出るでしょ？わかった？結構音出るでしょ？こんな感じで遊べるんですけど、これ、ここで、なかなかここで、行き過ぎちゃう感じがするでしょ。そんなことはないですよ。ここに僕は絶対たどり着くと思って。ちょっと2な技ですけどね。これ、スライドという技でございます。ちょっとね、こう全部でスライドするとね、行き過ぎちゃう可能性があるんで、初心者の人は、まずここ見ていってください。ガズさんの場合、ちょっと握ってるフォームなんですけど、こう押してあげる。わかる？ここのだけで移動する。こっちも一緒にやるとガーッと行き過ぎちゃうから、これを支点力点みたいにして、ここを中心にしといて、こう押してやるイメージでもいいと思いますよ、最初のうちは。そうするとあんまり行き過ぎないからね。わかる？ここが動かないじゃんね。さっきのはこうここも動いてたでしょ。ここを動かすか動かさないかでやっぱだいぶ違いますね。はい、初心者の人は1個下からでもいいかも。ドゥルデーデドゥルデーデドゥルデーデでもいいかもしれないよ。じゃあ、これはかっこいいよ。これはかっこいい。ゆっくりでいいんで、まあやってみますよ。右手がね、この親指人差し指、このタイミングがちょっと練習が必要かもしれないですね。はい、そういうわけで、はい、5選
やってみました。もうあっという間に駆け抜けたんですけど、まずどれか一個見つけていただいて、もう本当、どの曲でも C で、ジャカジャカジャカと終わる曲であれば、この曲かなりね、かっこいいんで。まあ、A マイナーとか F で終わる曲も、最後別物の元として、エンディングでこのフレーズを入れちゃうっていうのも全然かっこいいと思いますよ。ちょっとじゃあおさらいで、もう一回最初のやつからやっていきましょうか。いきます。でん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 、さんさんにさん。これが1個目のやつですね。はい。次はですね、あ、これもかっこいい。せーの。でん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 、ここでゆっくりになって。あ、もう、いいねー。これはね、最後いいよ。はい、次、3番目のやつは、急にゆっくりになるやつですね。いきます。せーの。ここで、次がちょっと愉快なやついきます。いきます。せーの。イエーイ。何気にこれもちょっと難しいと思うけどね。キレをよく。このキレが結構難しいと思います。これも案外舐めているとですね、痛い目に遭うぐらいの、レベルは高いと思います。ぜひやってみてください。そして最後がですね、今回ね、かなり渋めのもうね、かっちょいいやついきます。せーの。ゆっくり、いや、いいね。さらにパワーアップさせたスライド入りバージョンが、なんとも言えない。終わり良ければ全て良しということでございまして、皆さんこれ今日からこのエンディング、何かこう自分がね、お得意のね、いつも自分がこれっていうのを決めとくのもいいかもしれないし、ね、ちょっといろいろやってみてよ。したらなんていうの、自分がね今日一曲演奏した後にこのエンディングを入れるだけですね、めちゃいいですから、やってみたらわかる。終わり良ければ全て良しっていうのはいい言葉です。はい。5つの終わり方、今日ご紹介してみました。皆さん、ご活用ください。さあ、ちょっと、ね、いろんなお知らせがあるんですけどですね、ガズのウクレレたち、はい、このブラックビューティーをはじめ、ガズモデルとか、まあ、ヴィンテージシリーズとか、今、ただいま大好評予約受付中です。超希少材の、ココヤシという木のオーダーとか、あと、B ラインというね、ちょっと木目がね、ちょっとね、おかしいわけじゃないんですけど、音はいいけどっていうのもね、ラインナップを加わっております。概要欄チェックしといてください。この本の予約がスタートになりました、2月15日に発売のね、リットミュージックから出る、子供と歌おうという本です。これもうアマゾンとか書店さん、楽器店で、ただいま大好評予約受付中、それを記念しまして、3月12日は渋谷のタワーレコードでインストアイベント無料ですよ、開催します。ぜひ皆さん来てください。ね、渋谷のタワーレコードで、予約してもらうといいことばっかりです。その辺のことについても概要欄に貼っとくんで、チェックぜひともよろしくお願いします。2023年はガズレレがスタートしてですね、生誕10周年、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。それを記念しましてですね、東京、名古屋、大阪で5月にイベント開催です。5月14日昼間の時間、東京吉祥寺、大阪は5月19日夜の時間帯、5月20日昼間と夜、2つ時間帯があってイベントを名古屋で行います。詳しくは概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さんチケットご予約いただいて、ライブハウスでお会いしましょう。そしてガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルも、これ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら、本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね、世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれも YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このね、アプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですね、かなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから、もう300曲、400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくて、かっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆さんスマホとかね、タブレットにしていただきたいんですけど、
入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を持ち歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作りものの水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。